はい、どうもワイワイです。本日はですね、こちら Little Nightmares の新しいダウンロードパックが出たということで、まあ、こちら第2弾のダウンロードパックなんですけれども、プレイしていきたいなと思っているんですね。で、ここでなんですけども、まあ、この Little Nightmares をあんまり知らないっていう方もいらっしゃるかもしれません。もう忘れたよっていう方もいるかもしれない。そんな方にプッチョヘンズアップしていただくためにですね、ちょっとおさらいしたいと思うんですが、この黄色い雨がっぱの女の子、この主人公なんですが、これをシックスという名前の女の子、この女の子がこの大きな、これ階段になってますけどね、この大きな会場に浮かぶ建物、もうというものから脱出するっていうゲームが Little Nightmares なんですよ、の本編ね。で、前回第1弾のダウンロードパックとして出たのが、このシックスという女の子が主人公ではない、実はこの女の子がモーから脱出しようとしている最中、僕も実は脱出しようとしてたんですっていう男の子の主人公、それがランナーウェイキッドっていう男の子だったんですね。この男の子、これが本編なんです。この黄色い雨がっぱを進めるのは本編、これクリアしました。で、前回のダウンロードパックがこの一つの部屋ね。で、今回出たのはこの続きにあたるダウンロードパックナンバー2なんですけど、この、部屋が追加されたわけです。で、これ早速購入しましたんでプレイしていきたいと思うんですけども、まずこのそのナンバー1のダウンロードパックがどういうゲームやったかっていうのをもう忘れた人もいると思うんです。だから最後だけちょっと皆様にお見せしようと思うんです。こちらです。さあ、では前回のダウンロードパックボリューム1から振り返っていきましょう。一番最初からこの水の中の生物にこう捕まえられるけど夢やったっていうところのスタートでしたね。まあ途中ではですね、道中女の子なのかな、これなんかこうロミオとジュリエットみたいな感じで脱出しようとしてる他の生存者もいましたけれども、なんとかこの水のボスを倒すことが成功して、最後の最後はしごを上がっていこうとした、脱出できるかというところ、この部屋に入ってくるとですね、これ捕まえられちゃったんですね。はい、どうでしたか。最後だけご覧いただきましたけれども、プチョヘンズアップしていただいたでしょうか。前回はですね、ダウンオーザパックの名前がザ・デプスっていう深淵かな、深淵かな、とにかくですね、水がとても多いダウンオーザパックだったんですよ。で、その続きにあたる今回は名前をザ・ハイダウェイ、隠れて逃げろというタイトルのダウンロードパックなんですよ。ボリューム2がね。で、今回はですね、なんとホームページでちょっと調べました。ここの、これトンガリコーンって言いますよ、これ。これトンガリコーンが、仲間になって、彼らと一緒にというか協力して、逃げ延びようという、脱出せよという、そういうゲームシステムになってるということで。これちょっと楽しみなんで、早速じゃあプレイしていきたいと思います。おお、あ、なんか生まれてきました。これがランナーウェイキッドかな、キッド君。おお、出てきた。前回捕まったっていうところでしたから、せっかく逃げ延びたのにね、捕まったって。あ、いった。これもまた脱出の過程なんでしょうけどね。これをプレイするために前回のダウンロードパークを全部クリアしたんですけどね、30分くらいです。あら、とんがりコーン出てきました。かわいいですね。ああ、とんがりベイビーズになって。あ、左にもとんがりベイビーズいるわ。何これ、パフューム。はいや。左のやつ、機敏やな。瞬発力丸やな。はい。ここから動かせるかな？動かせますね。この牛の糞置いてるところみたいなところからスタートです。だから操作性もね、大丈夫。ん？何これ？なんかここに。なんか落ちてる？とんがりコーンの秘密、明らかになるかな？もしかすると。ねえ、楽しみなんですけどね。あのとんがりコーン大好きなんですよ、私は。あ、食べ物のじゃないですよ。そういうことじゃない。食べ物もじゃないですよっていう言い方もまたそれして。あ、ここにいるやん。どこ行ってしもた。今回はだから協力してっていうか、ちょっとこう、なんか手と手取り合ってみたいなところもあるんじゃないかっていう感じを、私、ホームページで確認しましたから、とっても楽しみなんです。ねえ。そうでしょ、楽しみそうな実況でしょ。ああ、なんか靴落ちてきた。この靴もね、一応持てるんですよね、こういうのね。
あら、どこ行くの？おじさんも負けませてよ。おじさんも負けてよ。うん、どこ行くの？バタ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 。あ、そこには、あの、なんていうの、痛覚はないねんな。痛みの感覚と書いて痛覚は。お前逃げ伸びてるぞ。逃げ伸びてるぞじゃないか。忘れてんのか？どうした？手伝ってあげようか。手伝ってあげようか。おらー、言ってたやらでや。ん？恥ずかしいの。かわいい。恥ずかしいこれ、ほら。恥ずかしがってます。これ、何をしてんだよ。めでてんのかな？実はでも人間で言うところの首を絞めてるかもしれんね。そのか、お、何？ BGM 流れ出した。あ、あ、あ、おん、みたいな。物を運んでるときに A で投げる。あ、ちょっと待って、A で投げてみる、一回。よいしょー。全く無感覚やな、こいつ。あ、ついてくるやん。かわいいかわいい。上とか登ってみようぜ、せっかくやったら。ん？こっち行けへんかな？なんかここ行けへんわ、とんがりこう行こうか、一緒に。ここは？あ、これもしかしてさ、こいつジャンプさせてってことじゃないの？お前、あれ、届くか？あれ、俺、よいしょ。あら、賢い。あら、賢いわ。先に行ったやつだとか、もういいよー。もういいよ。話してもういいよ。いや、違う違う違う。お前も持ってもいいじゃん。上がってもったわ。もう取れへんなったわ、おじさん。ほら、よし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 、行こう。一緒に行こうな。じゃあ、こう右の方にあいつ連れて行くんかな。よいしょー、高い高い。いやな、高い高いってあんましすぎて高い製品に気につけなあかんね。はい、うまいこと言うた。あこ、あこ飛んで行ってくれるか。よいしょー、ほーら、さての子飛んでったね。もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行く、もう一回行く。よいしょー、わー、すごい。めちゃめちゃ軟弱なレバーやな。俺でもこれ行ったらお前はこっち来れへんやろって。俺ここでこう支えとくからさ。俺ここでこう支えとくから。支えさせて。え、こっから？嘘だ。まあいいか。押し込んだれ、押し込んだれ。一回押し込んでみろ。押し込むのは無理なんだ。おかしいな。そこ返しみたいになってるはずやねんけどな。でも可愛いな、お前。でも可愛いわ。よいしょ、おっしゃ。はい、ありがとう。ごめんな、なんかほんまにごめんな。一緒に行きたい気持ちやまやまやねんけど、俺先行くわ。行かへんかった俺。あっ、来るやん、賢いやんお前。俺こいつ大好き。こいつなんやろ、なんかもう俺のペットみたいになってるけど、なんか名前とかつけてあげようかな。どうすんのこれ。ほんで、ん、これか。なんかどっか行ったん見えたんやけどな。一緒に押してくれんの？めっちゃ可愛いやん。こうやって見てほら、一緒に押してくれんねん。めっちゃ可愛い。なんなん、全く意味ないと思うねんけど、お前の押し。まあいいわ、一緒に行こう。はい、行こう行こう。これ電気つけられへんの？俺持ってたら。ちょっと待ってな、おじさん確認するから。邪魔や。よし、よし、オッケー。クリアや。おじさんとこ来れるか？よっしゃ。おじさんあんま前見えへんぞ、これほら。頭にワカメみたいなの生えとるから。ん？宝石タン置いてある。ああ、ここにとんがりベビーズ、ほら、仲間おるやんけ、お前の。あ、このとんがりベビーズ。あれ、助けに行かなあかんちゃうか？誰や、悪さしてんのは。とんがりベビーズくっつけやがって、くっつけやがってちゃうわ。捕まえやがって、ここか？ここか。ん？どないしていくんや？これでも、あ、これでも一緒に登ってみるか、ほんなら。おっしゃ、登ってみ。え、こうやろ？よいしょ。まず多分ここにこうやってやって、ほんでこいつをもうちょっと向こうにジャンプさせるんちゃうかなと思うんで。よいしょ。全然ちゃうわ。難しいな。じゃあな、お前の名前は、仮に急に小雨降っても体に雨かからないぞな。お前の名前は。よし、それでよろしくな。オッケー。さっきからそこカサ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 言ってるのおじさんめちゃめちゃ気になってんね。あ、こう引っ張ってみようか、一緒に。引っ張ってみるよ。うん、そこ矢印、そこ行きたいな、そこ行きたいな。仮に小雨降っても、あーら、来たわ、新しいやつ来たぞ。仮に雨降っても体に、あ、雨かからないぞ。はい、行くぞ。仮に小雨降っても体に雨かからないぞ。おじさん、挨拶してこい。お前、これなんか挨拶できひんか。すいません、これうちの雨かからないぞなんす。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いしますってな。よろしくお願いします。めっちゃ可愛いやん。これなんなんこれ。お前もうかからないぞ。もう そっち行っとけよ。もう邪魔や。これはこれでギュッて首絞めて。ギュッて首絞めて。オッケー。ギュッて首絞めて。雨かからないぞ。雨かからないぞ、これ。はい。かからない子ちゃん。かからない子ちゃんとなんかして。となんかしてとか。そんな整列されても。
せめてまだ前を習え風に整列してほしかったなおじさん。ここやに、ね、おじさん、ほら、おじさんどこか行った、おじさんどこか行った。付き合え付き合え、おじさんがふざけてるんやからな。うん、どこ行くんやろ。二人も連れて、しもべ連れてるけど、俺 あいつがかわいそうでならんのな。あのさ、先行きたいな、先行きたいな、わかるよ、その気持ちもわかる。おじさんも先行きたいよ。やけど、おじさんたちが先行った、あいつ何もできひんくなるやろな。そういうとこ考えろ、モラルっての考えて社会出ろ。おいしょ、お前行けへんか。あ、行った、あ、行った行った行った、かからない子ちゃん行ったぞ。お前かからないぞ、お前行け。おいしょ、かからないぞ、お前平気行ってこい、助けてこい。あれ何してんの、かからない子ちゃん。あ、あ、そんなん押してくれんの。うわ、サンキュー、降りんでいい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 ね、降りんでいいね。ややこしなるやろ話が。ちょっと待っといてな、ほんならそこで。はーい、え、これどうしたらいい、これ俺。おお、出てきた出てきた、新しいの出てきた。あ、これ何、ギュッと首締める、ギュッと首締めようじゃん。オッケー、優しくギュッと首締めて。オッケーオッケー、3人目ほら連れてきたよ、連れてきた。かからないぞと、かからない子ちゃん、ほら、はい、ほら挨拶しろ。はい、どうも、かからないぞ。どこ見て挨拶してんねん、なんでみんなせーので挨拶してんねん、ほんでおかしいやろって、ターン考えろって。これか、こっち行くんか。おい、かからない子ちゃん、お前そっぽ向いてもうたやんけ、なんかしたんか。うん、わかったわかった、新入り。おいしょ、違うのか、3人でなんかすんねんって。かからない子ちゃん、おいで。ん、ここになんか手のマークある、これ押すんか。みんなでせーので押そう、せーので押そう、せーので押そう。1人いらんかったわ、3人ぐらいでなんとかなったわ。一生懸命、ほら一生懸命押して、一生懸命押して。おお、なんで急にそういう相手よ。よかったね。あー、これパーティーみたい。じゃあお前僧侶やな、2番目のやつは僧侶にしたい。俺は、俺剣士な。じゃあ勇者は。一番後ろやな、一番後ろ勇者にしよう。もう誰がかからない子ちゃんで、かからないぞなんかわからなくなった。あら、ここにも牛の糞いっぱいあるね、楽しいな楽しいなね。おおじさん引っ張るわな、これ引っ張った。はい、なんか押してきた、はい、やった、おじさんさんポイントな。はい、次お前ら、はい、次お前らやで、はい、やっておいで、はい、よいしょ。あかんわ、乗らへんのかこれ、乗りたくないのか。よいしょ、え、今高得点チャンスやったのにな、かわいそうに。おじさん、これなんかあると思うねんけどな、何もできひんか、怖くの。なんもないってことなんやろ、さすがに。戻ってこれるとかそういうことか。まあいいか、じゃあ一旦こっち行きましょうか。上をなんかはわしていくとかそういうことか。クリアリングしとかなあかんよこれ。こっちは、ここもなんかありそうな気するな。なんでみんなそっち行ったんやろ。おじさん、ここ見回ってるよ今。ん、お、なんもないの。え、なんもないのに、こんな、あ、でもあこにはしごあるね、あれは。あ、あれはあるわ。なあ、あこにはしごあるやろ。ん、おじさん、この石ぶつけたろか、お前らに。ん、ぶつけちゃうぞ。おい、なんで一人増えてんの。なんかクッキーポケットで叩いたみたいに増えていく。どうしたんどうしたん、お前か、新しいのお前か、違うか、誰や、新しいのお前、誰か。ん、お前か。ん、あ、こいつか。こいつモテへんぞ。反抗期やこれ、みんな、こいつ何してほしいのそれ、みんな。そこ指さしてて分からへん、そんな、何かがあるのは分かったら、おじさんも。あー、これか、よいしょ。あ、これほらギュッて、ほらこうするやろ。ほーなった、あ、ほら顔見たった、あー逃げた逃げた、なんでしてほしかったやろ。じゃあ、うん、どうしたどうした、あ、石炭くべんのか。おお、賢い賢い、うん、あーら、働きもんやわ、時給650円やわ。一人なんかすごい重いなってるわ、一人一人すごい重がってる、もういいわそいつ、もういいもういい、もう動いてるもう動いてる、大丈夫大丈夫、時間外手当てつかへんから、うち、おいで、もういいお前とか、もういいもういいもういい、うん、ありがとう、頑張ってくれて、いや、もういい、そんなにして働いてくれるか、身を粉にして、ありがたいな。おじさん、ほんならこっち行こうかな。おじさん、それ働いといて、じゃあもう。おじさん一人パーティーになったんかな今、楽しんでくるわ、ここで首つれるわ。ほんだおじさん、これなんや、うん、あ、ガチャ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 ってなった。話したらこれどうなる、おじさん。ああ、なるほどね。その仕組みは分かった。何かに使うんやな。じゃ左側行こうかな。ここで、なんか左側のレバー引いてパカって開けるみたいなところが出てくるのかな。これ久しぶりにやったけど、今回はちょっと怖いっていうよりも、可愛いが勝つよね。前回のとこはね、2回目やったけど怖かった。あ、これかな、これ多分持ってこいってこと。え、乗っちゃう、え、乗っちゃうんだ。え、何した今。ん、違うか、なんか持ってこいってか、こっちから。なんかあるんか、ここに。危ない、壊しちゃうこれ。あ、違うわ、線路やった。お、トロッコ、
押せそうで押せない、うん、押せそうで押せないこれ、はあ、こっち側からは押せへんってことかな、向こう側からは押せますよみたいな。でここは何やろこれ、この扉みたいな、これ開けられへんのかな、あこれ開けられへんっぽいね。でやっぱ持ってこなあかんのかな、これ取れへん、これこれほらここ縁持ちよんのよな、違うか、じゃあちょっと一回戻ろっか。あ戻ってきたんやけどね、左側からここにはしごがあるから、ここ登って行ってみましょうか。多分今働いてくれてるんでしょうね、あのとんがりベイビーズたちはね。あいつら働き者、もうなんかもう数十匹集めて一つの怪物にできひんかな、合体なんで。はい行きますよ、はしごの上登ってきたとこね。俺一つ思うねんな、食パンマンとかさ、アンパンマンって顔、自分の顔を食べさせるやんか。カレーパンマンってでも口の中に含んだカレーを吐き出すってどうなんどうなんっていうのもちょっとあれですけど。あら上になんか浮いてるね、あれお人形さん、あれもしかしたらあの三角関数たちの仲間になれるかな。んどこ行くんだろう、あここにドアあるね、このドアでも持てへんやろ、多分こっちの何かを使えってことかな、アイテム群を。これなんでしょう、あこれ顔か、人形の顔やこれ、ほら違うかな、これはこれ何、んまずいぞ、まずい、おこれほらここここお、んこうか、うん、ダーン、ああ、ええー、よかった、え、なんか物をここに置いていくんかなと、うん、うわ来た、手中族や、お前手吸ってもうてるやんけ、お前左の手長すぎて大丈夫か。でそのドアの取っ手か、上につけてもええんちゃう、もうちょっとセキュリティ考えるならね、俺ならそうするけどな。ここはね押して入れるドアやな、これ。あーなんかもうあいつとかすごいよな、触感っていうの、あの触る感覚、触感に関してはこいつずば抜けてるやろな、マジで。あえてだってあれ目覆ってんねやろ、ミイラみたいな感じにして。こっち行って、これ光消そうか、ここで今隠れなあかんじゃん、うわっ危な、あっさ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 って言った電気や、分かった、目的は分かったよ、あの左側にボタンがあるの見えるかな、あれちょっと銀色の丸あるでしょ、多分あれがボタンやねん、で、あこ押さなあかんねんな、やっぱわーおーわーおー、よっしゃもうほんなら十分取れたかったんちゃうかな、もう俺あれするぞ、もうクリアしかかるぞミラ、よっしゃ、多分この毛布みたいなところの上の乗っていったら足音がせえへんから大丈夫ってことやな、了解了解。ほんで押さなあかんボタンはもう放置していってるけど、ここ回してみたい一回、これこれ何、これこっちか、あ開いた開いた開いた、左側開きましたね、うわめっちゃ来てますやん、嘘だどこ行ったんほんで俺、こっち側の部屋来たよ、これで一回あこなんか今来るか、もしかしてもしかして来るんちゃう、小屋ん、何なんか見つかった、なんか見つかった、やっぱ音してるけどね。いやもう一個実はあってね、押すべきところというか、ん来てない、来てないな、来てないよな、んどうした、何してる、足が短すぎて上半身だけやと思ってまうわあいつ、ここやと思うねん、ここにほらレバーあるやろ、これ引っ張れへん、オッケー引っ張った、あ電気ついた、やっばこれ俺どうしたらいい、いやーまずい、いやーまずい、こっちはこんといて、こっちはこんといてください、お願いします、こっちはこんといてください、お願いします、早くどっか行って、あおっしゃ、なんとかあった、なんとかあった、あっぷな、今行くぞ、ダッシュで行くぞ、こうや、オッケーナイス、でここ降りてこれ押してみよう、はい、うるさうるさ、ちょ危ない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 、これとか持てへんのかこれ、やっぱ、おお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 どうしたどうしたどうした、うん、なんやなんや、なんか動いてる、なんか動いてるぞ、おい、うるさ、ここうるさいの、ここうるさいわ、もううるさいやろ、これ
ちゃうか。何目的で生きてんねんお前。さあ、じゃあ敵をあっちにやることに成功したんで、あ、こっち来る、もしかしてこっち来ちゃうんちゃう。多分ね、あの糸のこちゃうわ、電動ノコギリで、あ、ここに猿もある、電動ノコギリで、よいしょ、ちょっとこっち登ってみて、こっち行ってみようか。これはこれ、いや、まずいかな、掘ってみようか。よいしょよいしょよいしょ、もうここも落ちたない、ここも落ちたない。騒音問題が激しいな。こいつ今なんやなんや、なんでこんなうるさいねん今日みたいな、なってんねんのな。よしよしよし、これであいつがあれで勤しんでる間に、私は多分こっち行ってこれ回せってことやと思うの。違うかな、多分十分に余裕あるはず。いくよ、回すよ、うん、回した回した、ぐるーんぐるーん、今や、いけ、なんで、よいしょ、よっしゃ、いけそう、いけそう、よいしょ、オッケー、ナイス、わかった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 。あの電動ノコギリが鳴ってる、何してる、鳴ってる間は普通に歩いていいんや、歩いていいっていうか、あの布の上歩かなくてもいいっていうことだったんね。ほんでここ来たところも大体分かったけど、何こいつ、なんか動いたやろ今お前。おー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 、ネズミか。俺もうちょっと今癒しが欲しいからな、とんがりベイビーズ現れへんかな。この上に行けそうですね、上になんか穴ありますよね。ここのさ、このトロッコみたいなやつを落とすと思うんですよ。でここのはしご、これを多分下に下ろしてくる必要があるから、こっち行ってみるか、一回こっち行ってみましょうか。